はい、どうもジャマさんです。今回なんですけど、まあ、ちょっとね、あの光ゲームズの方で、まあ、最近僕と名人が結構ね、実写ネタとかやってるんですけど、あのもうネタがねないんですよ。いや、ネタがないというか、まあもう絞り出していってやってるんですけど、もしなんか僕とか名人がなんか軽くこういうのやってほしいですとかあったらね、このコメント欄に、書いてもらったら、そういうネタとかを僕がいいなと思ってネタはやっていくんで、まあ、これは光ゲームズですね。どんなリクエストでもいけるんや、基本。まあ基本いけますね。例えばじゃあ、夜のグラウンドで、はい、タンクトップで懸垂10回してくださいとかってやるよ。全然いけるよ、そんな。正味余裕やけど。やっとってな、俺一回それ。全く同じこと、過去にやっとうし。という感じなんで、もうなんかね、なんか伸びそうなネタがいいですね、正直。とりあえず、10分ぐらいで撮れるネタで。ああ、そうやな。そう、10分以内で。撮影時間短くて。撮影時間10分以内で、別にゲームでもいいんやけど。ゲームでもまあ。まあ、何かゲームおもろいのなんかあるんかな、今。いや、わからん。なんか100万本売れちゃってたって、頭とかなんか変な。そうなの。でもさ、最近で言ったら、スイッチが発売するやん。スイッチ発売したら、ちょっと Wii U っぽいやつが結構あるから、そういうのもありなんじゃないかなと。まあ、スイッチでスプラトゥーン2やるとかもありやもんな。まあまあまあ、ありやし。っていうのあるんですけど、まあ、ゲーム実況もやっていきたいっちゃやっていきたいんです、本当は。でもただちょっと本当に実写チャンネルとかいろいろ忙しくて、まあ、時間がなかなかね取れてなくて、だからもう気軽なやつやな、気軽なやつでしか今ちょっとチャンネルが更新できてないっていう状態なんで、もう本当に気軽ななんかネタ、うん、まあ、ガチャポンをなんかやるとか、正金さんがやってそうなネタとかな、まあ、正金さんがやってそうなネタでも何でもいいんで、とりあえずピカルゲームズの方もね、僕は伸ばしていきたいっていうふうに僕ら考えてるんで、まあもっとね本当に時間に余裕ができればゲーム実況の方も出していきたいですけど、とりあえずはその実写チャンネルでというか、あの実写の方を出していきたいっていうのがあるんで、軽くね撮れるやつで、そのネタを本当に募集してますので、まあコメント欄で、ね、ガシガシ書いてください。なんかええなと思ったらパンって書いて、まあもしこのコメント欄じゃなくても、そのこのチャンネルええなって思ったら、あの別にあのゲームズチャンネルやってるやつは全部ネタを、あのちょっと思いついたらそれもコメント欄に書き込んでおいてください。ゲームズのコメント欄は僕全部欠かさずチェックしてるんで、何でも書いてもらったらええなと思ってつだ採用するんでね、それだけです、今回の動画ね。だからもう頼むぞ、ほんま頼むぞ。まあ、光ゲームズの方も多分楽しみにしてくださる方が多いと思うんで、まあ、ゲーム実況の方もできたらやっていきたいですけど、実写の方、まあ、最低毎日1本はね何か、ゲーム実況、まあ実写の方を出していって、まあおもろさをね出していければと思ってるんで、まあ何でもいいんで、コメントください、企画のね。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。